さあ、今回は久々のドライブ企画ですね。いやードライブだって、ドライブって確かね、高橋愛ちゃんと一緒にさ、ドライブしてさ、プリクラ撮ったりとか。今回はね、愛ちゃんではなく安田圭ちゃんとちょっとドライブしようかなと思って、まあ、何をしようかって感じなんだけれども、ちょっとプランをね、まあ、圭ちゃんと決めてドライブして過ごせたらなと思っております。さあ、そんな中、私本日ちょっと手紙をね預かっているんですよ。なのでちょっとオープンしてみたいと思います。カーネクストさんから。カーネクストさんって朝日奈央さんの買うわってやつじゃなかったっけ、 CM の、はじめまして、カーネクストと申します。いつもゴマキのギルドの動画を楽しんで拝見しております。ありがとうございます。ところで後藤真希さんはライブツアー真っ只中と聞いております。そこで本日は羽を伸ばせるよう車を用意しました。あ、はい、ありがとうございます。安田圭さんと好きな場所でドライブ旅をして、ぜひリフレッシュしてください。カーネクストより。ともうありがとうございます。なんかお気遣いいただいて。今週末控えているっていうような、ちょうどねそんな時期なので、まあ、ここで待ち合わせをしている約束ではあるものの、けいちゃんの到着を待ちたいと思います。おお、やっほー、やっほー、おはー、よろしく。けいちゃん、その洋服私も持ってるよ。そうでしょ、辻ちゃんにもらったんです。ね、私今日だってさ、本当にさ一瞬着ようかなって、うん、ハンガー手かけたからね。いや、連絡しようかと思ったんだよで、なんかなんならさ、お揃いでもいいなと思ったんだけど本当にお揃いになってた可能性あるかも。私運転、ちょっと待って、久々なんだけど、まず、うん、大丈夫かな。ゴッチンが運転する車に乗るのは私は初めてだよ。そうだよね。なんならゴッチンと2人でお出かけも2回目だよ。そうだね、前もでもさ、出かけた時もその辺だったよね。あ、そうそうそう、その辺さゴッチンがよく行ってるお店をゴッチンに予約してくれて、そう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 、あれだから5年、6年ぐらい前かな、うん、だそれぶりの今日お出かけめっちゃ楽しみにしてたよ。さあというわけで、せっかくけいちゃんとデートができるから、ワクワクワクどこ行く？何しよう、何する？でも何したいかな、何がいいかな。とりあえず、うん、ご飯は食べたい。そうだね、美味しいもの食べたい。うん、そうだな。最近、うん、疲れたりとかしてるとよく食べたくなるのがサザエなの。へえ。あのなんかサザエの肝は食べれないんだけど、あの苦味がちょっと、うん、食べたくなっちゃってるから、うん、サザエとかその海鮮系が食べれるところ。お、いいね。どっかいいとこある？うーん、千葉の方か。そうだね、海鮮って言うとやっぱ千葉か神奈川かって感じだよね。そうだよ。でも神奈川だとちょっと遠くない？そうだね。あとまあ私一応千葉出身だしね。そうじゃん。その二択で聞かれたらやっぱ千葉行こうってなるかな。そうじゃん。え、千葉行こっか。じゃあ千葉の木更津の方。おお、いいね。に私がたまに行くね、あの海鮮茶屋みたいなのがあって、うん、自分たちでこう焼いてっていう感じなんだけど、楽しそう。そう、生き生き亭、生き生き亭に行く？行く行く。生き生き亭の、うん、あ、近いところだと金田店かな。そうだね。いやー、もうドキドキする。出発だぜ。そう、こっちの運転してるとこ撮ろう。恥ずかしいんだけど大丈夫かしらって感じ。いやー、ごっちんが運転してる。いや、そうでしょ、そうでしょ。だってさ、原付、うん、のさ、運転免許をさ、取るのにさ、うん、けいちゃん、確か一発で受かってるよね。そう、私と矢口は一発合格。私、9回目ぐらいで受かってるからねで、結局 CM 撮る頃に受かってなくて、うん、あの、私はバイクには乗ることはなかったね。そうだね、乗れなかったので免許持ってないからちょっとまた頑張らせられませんみたいな。そう、
5周年のライブでみんなすごい楽しそうだった。楽しかったよ、ね、ごっちんにもいてほしかったいや本当にゆうちゃんも悔し涙ぽろりってやってた。会場がさ、うん、ゆうちゃんの好きな紫ペンライトカラーで埋まったって言ってさ、うんうん、ブログでも書いてたから、うん、あゆうちゃん嬉しかっただろうなとか。そう嬉しかったと思う。じゃあ30周年の時は、うん、ゆうちゃんも踊りたいなって言ってたから、おお、だから次30周年でさ一緒に踊れたらいいね、うん、いや本当だよ、頑張ろう。今来てくれてるファンの人たちは、うん、昔から応援してくれてるファンの人たちが多い？あ、全然いるね。いるけど、うん、新規のファンの子もなんか増えてきてくれてて。本当？やっぱ YouTube やってるからなのか。けいちゃんも YouTube やってみてほしい。私 YouTube やってもさ何やったらいいかわかんないんだよ。で YouTube やってる人すごいなと思うよ。いやでもそうだね、辻ちゃんとかもずっとさお料理あげてたりとかさ、お家のなんかインテリアあげてたりとかさ、すごいよね、うん、辻ちゃんだけさなんか46時間ぐらいあるんじゃないかと思うくらい。いや本当にいろんなことやってない？やってる。だって編集とかもある程度自分で。そう自分である程度やってるって言ってたよ。やってるんでしょ。そうだからすごいよ。入ってきたばっかりの辻ちゃんからは想像できないじゃんミュージックビデオのさ撮影の日もさ、ね、衣装にマニキュアこぼしちゃってさ。そう部屋から出てこなかったそんなこと言ったらごちんもだいぶ天真爛漫だったから嘘、なんかあったっけ。私出会った日のやっぱりあの歯にノリをつけた後藤真希は相当印象的だったけど。のり弁ののりをさ前歯に貼ってさ、うん、煮込んでわざと私たちに見せたわけよ。何やってたんだろう私はって思った。今思うとあの緊張感の中あれができる後藤真希のやっぱりそのメンタルの強さなのかちょっとずれてるってことなのかあれは本当すごいと思う。一番最初にそのメンバーがこう移動してスタジオに着いた時の挨拶は本当に膝笑っちゃうぐらい震えてたからね。本当？そう、ガクガクして立ってるのが精一杯みたいな。だからそれなのになんで私乗り付けてたって。もうそうしないとやってらんない現実逃避現実逃避私この間さ NHK ホールに仕事で行く機会があって、うん、ポップジャムでさ、うんプッチモニが初披露しなきゃいけなかった時のことを思い出して練習しなさいって言ってんのに全然練習しないプッチモニのメンバー2人ね、はい、そして本番間違える。そうでブチギレられる。私ブチギレるっていう事件があったじゃん、うん、あれ初めてあんなに怒ったかもね直接ね。いやそうね、あれはね結構ね、うん、やらかしてたよね。ちょこちょこ怒ることはあったけど結構本気めに怒ったよ、うん、でその後さ、うん、ホテルツアー回ってる時にさホテルでさピンポーンって部屋に来てくれたじゃん、うん、私ちょっとさ切れられんのかなってやり返されるとそうこの間の何なんだよとか言われんのかなと思ってドキドキしながら開けたもんそしたら素直に謝ってきたと。そうそう謝りに来てくれてちょっとうるっとしちゃったよかった、やり返されるんじゃなかった怖いよね。ほら、この間つんくさんに会ったんでしょ。会った久々会った。そうだよね、うん、つんくさんにさ、多分私ハローの頃多分失礼なことをやりすぎててそうなの何例えばで、なんかつんくさんが書いてくれた歌詞の一部が、うん、無理歌えないみたいな感じでどうしてもここ嫌だから変えてみたいな言ったりとか。それは歌詞にフレームをつけたの。そうそうそう、すごいことしてるちょっとセクシーな歌詞とかを子供ながらにあんまり歌いたくないとかそういうこと。いや逆かな、この子供っぽい歌詞嫌だみたいなとか。あなるほどね。でその時つんくさんなんて言ったの。えでも変えてくれたの。えそうでも
あの他の現場とかでも、うん、後藤こここうやって歩いてとかって言われても、うん、それに従わなかったりとかこれ言ってって言われても嫌だって言ってたりとか。私その光景見かけてない。なんでどうして見逃してるんだろうそれ。でもその話は聞いてないの、おつむさんに。いや当時プンプンしてたもんなって言われた。あ、言われた。うん、懐かしい。だってけいちゃんもさ、うん、歌番とかでもさ爆発してさ、うん、なくてはならない存在感を出してたじゃない。いや本当タカさんと中井さんにはね、うん、足を向けていられません。いや本当感謝感謝だよね。感謝だよ。安田大明神のあの置物欲しかったもんな。もらったでしょ。いや、ないよ。あれ、みんな一人一個ずつもらったよ。なかったよ。本当？ごちんだけもらえなかった、うん、なんでだ。なんかでも、辻ちゃんがさ、今度さ、うん、お家でみんなで来てよって集まりたいな。ねえ、うん、なかなかね、集まれる機会って本当ない。でも、今回25周年で、あ、そっか、うん、割といろんなメンバーに会えたけど。そうだよね。でもいないメンバーもいたもんね、うん、もう長く会えてないのがナッチかも。私も全然会ってない、うん、そうだ。昨日ね LINE は来たんだ。あ、本当に、うん、なんか番組見たよって言って、うんうん、ちょこちょこ連絡はくれるんだけど。あ、そうやって考えたら割と仲良かったよね。仲いい。意外とね。意外となんか意外といい、うん、絶対聞かれない。外行ったら仲悪かったでしょって第一言目、うん、の質問にそれじゃない？大体、うん、メンバーと連絡取ったりする？辻ちゃんとかミキちゃんとか、うん、あ、ミキちゃんは YouTube でよくコラボしてる。そうだね。ライブとかも一緒にやってる。そうそうそう。この辺は連絡取ったりしてるから。海ほたるやろ？ OK。 私海ほたるでバイトしてたんだ。海ほたるでバイト？ここで？でもすぐやめた。なぜかというとウェイトレスだったんだけど。ウェイトレス？え、格好も？いや、ちゃんとウェイトレスの可愛いユニフォームがあって。あー、嘘。見たい。こうお棒をね、片手で持ってそこにお水をこう置いて、うん、え、絶対ケイちゃんカタカタやってここに。そう、もうね、すぐひっくり返してもう無理だなって思ってすぐやめた。ちょっとこれは私に向いてない。ウケる。研修で辞めちゃったから働いたとは言わない。あ、でもここまで通うのも大変そうじゃん。そうだ、バスが出てたのよ、木更津駅から。普段はでも音楽聴きながら運転してんの？そうだね。どんなの聴くの？え、めっちゃいろいろ聴くよ。なんか結構古いのから、うん、最近のからめっちゃ聴く。アイドルとかも最近ので言うと無敵の笑顔ラスメリア。ああ、そうだね。あれ、愛理ちゃんがさ、鈴木愛理ちゃんがさ、この間、うん、カバーしてるのを YouTube で見てさ。いやー、うまいのよあれ。めっちゃ良くてさ、私普通に何回も見ちゃった、うん、いや、私も見た。見た。愛理があの番組出て歌ってるやつ結構見る。いいよね。うん、いや、愛理はね、すごい器用だよね、うん、歌っていうかパフォーマンスに関してさ。なんだろうね、それでいてさ、うん、もう普段めちゃめちゃ性格がいいじゃん。そうだね。飾り気のないというかさ、うん、本当にあのナチュラルな感じで、うん、先輩も後輩も両方慕ってもらえるさ、うんうん、感じのさ。かわいいよね。本当に素晴らしいよね。あ、着いた着いた。ここだよ、ここだよって。パーキングはここから入れるのか。でも到着、到着したから、とりあえずお店の中とか、うん、もし撮影とか大丈夫か分かんないからアポ取ってくる。あ、行ってくれんの？ごちんが。うん、ね、初めてなんだけどね。しっかり交渉してきて。分かった。ちょっとけいちゃんのために頑張ってくる。お願いしますね。行ってくる。行ってらっしゃい。行ってきまーす。あ、帰ってきた。オッケー。オッケー、オッケーだよー。あ、よかった、ありがとうね。じゃあ行きますか。行こう行こう。こんにちは。こんにちは。ちょっとすごいんだけど。すごいでしょ。どういうシステムなの？これをね、持って、うん、
自分の食べたいやつを入れていくの。ここから取っていいの？取っていいんだよ。え、ちょっと待って、生きてるエビもこれで取るの？そう。え、そしたらピヨンピヨンしない？ここでね、しそうだよね。ほらするでしょうよ。動いてる。やめてってなってる。そうだよね。え、でもエビ食べたい。私サザエ。怖い、ちょっと。じゃん、サザエ。いやそんなよ。でもここに乗せたら本当にピョンピョンすると思うんだけど、ちょっとすいませんね、水からあげますよ。お、張り付いてるね。お、意外と静か。あげられたら、本当だ。取る？どうしよう。あ、この子にしよう。あ、意外と平気で行く感じだ。ほら、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 ほら。そうなるよね、ごめんよ。これに貼り付いてる。すごい。いいかな。とりあえずこれを食べて、あとは胃袋と。さあ、何から焼こうかな。何から焼こうかな。すごい暴れてるからちょっとかわいそうなんだけど。ごめんよ、エビちゃん。すまぬ。暑いね。よし、乾杯。乾杯。乾杯。あー、うーん、ウーロン茶だよ。そう、ウーロン茶、運転あるからね。焼けるまでさ、私ちょっと一個いい？何？もうすぐさ、誕生日だからさ、プレゼント持ってきたの。そう、ありがとう。何？大したもんじゃないんだけど。ありがとう。なんちゃらソルト、そう、ローズダイバスソルト、そうそう、なんか誕生日プレゼントペイちゃんからなんて久々？いや初めて。そんなことないよ、そんなことないよ。絶対現役でもあげてる。そうだね、現役の時結構やり取りしてた、みんなプレゼント交換とかしてた。幸せだね、ほんと。食べてみよう、いただきます。おいしい。プリプリだし甘いし。そうだよね。これは幸せだ。おいしいね。めちゃくちゃおいしいよ、プリプリで。いやすごい。食べ慣れてる感が半端ない。この苦味がいいのね。食欲が出る。おいしすぎ。最高だ。このさ、ごまきのギルドのさ、食べ物ロケってガチ食べしてるよね。あんまり食レポもしてないし。確かに。ただただ食べてる。ただただ食べてる。あー、お腹いっぱい。いやー、美味しかった。美味しかったねー。アネックスさんから、お父さん安田さんにちょっとお手紙が届いてるので。おー。後藤さん、安田さん。ドライブ旅は楽しんでいますか？めちゃくちゃ楽しんでます。食事をしたりお買い物をされると思うので、カーネクストからお小遣いをプレゼントいたします。おお、マジか。いいんですか、ね、でもただしって書いてある。あ、なんだ、ただし。ただではプレゼントいたしません。カーネクストからのクイズを正解できた場合、プレゼントさせていただきますので、頑張って正解してくださいね、カーネクストより。え、クイズだって難しいの無理だよ、ね、何問題も、あ、多分問題は多分こちらだと思います。絶対正解したいよ。あ、じゃあ問題を読んでみますね。お願いします。カーネクストにないのは次のうちどれ。うん、1、店舗がない、うん、2、
社長がいない、うん、3買い取れない車はない、うん、4夢がない夢はない夢は絶対あると思う。大丈夫だ。何かしらあるよね、うん、普通に店舗はあるでしょ。店舗がないお店ってなかなかないよね、うん、社長だっているよね。社長がいない会社はないでしょ。買い取れない車、いやでもさすがにもうこれは無理でしょっていう車は買えない。夢がないってのもないもん。ないよね。いやちょっとどれもないってなっちゃうじゃん、そしたら、でもさこの夢がないはちょっとやっぱり消去法でいこう。会社として致命的じゃない。そう確かに。じゃあ来ないかも。この夢がないっていうのは消去法で消していく、うん、消していこう。であとは社長はいるでしょ。社長はねやっぱり誰かしらいてくれないと決定事項が決まらないからね、うん、そうだよね。これもないでしょ。うん、でもさこの社長がいないこれ消してさ1個の可能性もあるし、ね、でも複数回答って書いてあるからもしかしたら2個かもしれないし。いや正直よこれはさ、うん、もしそうだとしたらありがたいなとは思う、うん、ある意味夢があるこっちには。夢がある。店舗がない場合車はじゃあどうやって見てくれるんだろうかとか。ネットで。ネットで。いやいや写真だと意外と綺麗に見えたけど実際見たらボコボコだわ。ちょっと高く買いすぎた。来てくれるみたいな。そんな親切なことしてくれる。わかんない。どうだろう。ちょっとじゃあもうこれとこれに絞って、うん、見てみよう。見てみよう。 OK じゃあこっちのから見よう。正解正解。やったね。カーネクストには店舗がありません。あ、やっぱないんだ。実際に車を見ずオンライン査定のみ行ってます。え、いいの？オンラインで？スマホ一つで車を売ることができる、うん、直接車の場所まで引き取りに行くので家の車を売ろうと思ったら家にいるだけで OK。 すごい。あ、じゃあ車動かさなくていいってこと？そう。しかもさ、オンライン査定のみってかスマホ一つでって書いてるからマジで今やろうと思ったらそのまんまできるってこと？試しに。あ、試しにできるの。これタップするだけで車種、うん、年式、走行距離、うん、を打ってあとは査定額とかそういうのを待つだけみたいな。いいね、画期的。じゃじゃん。じゃじゃん。正解でありますように。あー、やったぜ。正解。やったぜ。やりましたぜ。カーネクストは古い車や事故した車といった他店では価値がつかないような車でも必ず買い取ります。さらにカーネクストならレッカー代や廃車にする際の手続き代行費用は完全に無料。処分するのどうしようっていうような車でも買い取ってくれて無料で持ってってくれるってことでしょ、うん、そう。最高じゃない。え、じゃあこっちはどう。わかんないけど一気に見てみる。せーの、じゃん。外れ。外れだ。やったぜ。正解は1と3ですね。ということはあのカーネクストさんがこの一期一会の食事をごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。美味しかったです。本当に美味しかった。いやー、よかった。まあね、今これを見てるあのリスナーの方もあの車売りたいとかね、査定してほしいとかね、いろいろもしあったら概要欄にリンク貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。お願いします。いやー、出発。うん、出発と言いつつもどこ行こうかって感じなんだけど、私お茶したいな。確かに、なんか、ね、喉を潤せるカフェ的な。うん、あのさ、鳥崎海浜公園っていうのが近くにあって。ああ、そうだよね、ここの近く。そうそう、そこの近くにカフェがあんのよ。おうおうおう、そこ行かない？いいね。ちょっとじゃあそこで、うん、まったりラテでも飲もうかな。いいね。いや本当お腹いっぱいだ。
気持ちいい。本当に美味しいものが食べれるのはやっぱねテンションが上がるね。上がるね、うん、でもあの頃本当忙しかったもんね。そうだね、本当に寝れなかったよね、マジで。そう、今のこの仕事のさやり方と比べるとさ、もう全然違うよね。うん、多分今のスケジュールでやったらもうダンスとか全然覚えられないと思う。覚えられないし、ちょっと寝かせてくれないと振り覚えられませんみたいな。いや歌詞も覚えられないよ。そうだよね、私もこの間25周年ライブでさ久しぶりに歌って踊ったじゃない、うん、こんなに息切れるってとかこの振りやってこんなに体重かったっけとか。いやそうでしょ。しかもさハローの曲プラス夏先生の振り付けの曲って結構こうぴょん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 跳ねてるじゃない、うん、結構それって肺活量的に苦しいよね。苦しい。とにかく昔との体の差が最近しみじみと分かってきて。そっか、こっちでもそっか。2日間とも代々木ってこと？そう。で、私たちが出たのはもうほんと昼公演だけだから。あ、そうなんだ。そう、今回全部メニューが違うんだよ。毎公演、毎公演。大変。そう、だから後輩たちすっごい大変だったと思う。え、めっちゃ大変それ。今のみんなはすっごい覚えも早いんだって。でちゃんと事前に立ち位置とかも覚えてきてて、でじゃあはい合わせるよって言ったらもう音かけれるぐらいな感じなんだって。なんて優秀なんでしょう。さ、私たちさ倍長覚えるときさ紙にさペンで書いてたじゃん。そう、この間久しぶりに入ったら、うん、あのみんな後輩たちあの iPad に記入してて、うん、えー、今は iPad なのって言って。やばー、すごい進化してた。そこすげー。だからさ先生たちからもデータで立ち位置表が届くの。すげえ。昔はさ全部自分たちで手書きだったじゃん。そう、今時の世代の子たちやば、えぐ。ここの近くのカフェ、カフェなんだけど、あでもここら辺なのかも。もう超近いの。ああそこあそこダリン。あはいはいはい、うん、本当だ。じゃあここら辺気持ちよさそうね。天気もいいしさ、海目の前だしね。よいしょ、よし、ありがとう。着いた。お疲れ様。お疲れ。イエース、来たぜ。着いた着いた。なんかおしゃれだね。アイスカフェラテで。アイスカフェラテ、はい。私はソイラテください。アイスで、はい。ね、すごい上はさバーになってるの。おしゃれじゃない？二次会とか良さそう。なんかすぐそこになんか結婚式できるとかありましたもんね。超おしゃれ。こっちすごい太陽だね。すごいキラキラしてる。うん、アイスのカフェラテ。美味しそう。アイスのソイラテ。あ、ありがとうございます。ドラマみたい。ドラマ見てる。ビバン見た。見た。超面白かった。見た。面白かった。見た。ずっと考察してたから。うん、残るには何かあるとか。カオルは絶対なんかあるとか。そう、ずっと考察してた。楽しかったね。楽しかった、ね。ぜひシーズン2を見たいね。やるんじゃない？ね、あの感じは。まさかビバンの話をしている最中に。何でしょう。なんだろう。なんだろう。お手紙、うん、お父さん安田さん、ドライブ旅はいかがだったでしょうか、うん、楽しんでいただけたら何よりです。楽しかったです。最高です、うん、ところで私たちカーネクストは店舗がないという新しいサービスに挑戦している中で、同じように夢に挑戦する人を応援しています、うん、そこでお二人が夢に挑戦していた括弧している話を聞かせていただけないでしょうか、うん、カーネクストより。ああ、挑戦してた時とか、うん、まあ、今現在しているっていうことがあればっていうことか。そうだね。まあでもオーディションは夢への第一歩だよね。そうだね。挑戦だよね。まさかだって受かるって思わなかったよ。うん、
ごちんの時はどれぐらい応募があったんだっけ。1万1000人から1人だもんね。すごいね。わかるはずないって思うよね。あれさ、連絡来た時さ、びっくりしなかった。第一次審査通ったとか第二次審査通ったとか、うん、その時点でびっくりしてた。そうだよね。そう、あれごちんの時って合宿あったんだっけ。あった。2期の時は合宿がなかったの。え、そう、多分唯一2期だけなんじゃないかな。え、そうなの。う、あのお寺にじゃあ行ってないんだ。行ってないの。私は多分合宿があったら受かってなかったと思う。なんでなんで、その理由は。私さ、当時、うん、金髪メッシュで、うん、カラコンも入ってて、うん、見た目で言うと割とギャルっぽい感じだったよね。オーディションの時はすごい練習仕込んでいってるから、うん、割と堂々として見えたんだって。うーん、でもさ、よく知ってる人はさ、私の性格そんなんじゃないじゃん、うん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 、どっちかっていうと気も小さいし、うんうん、なんかドンとしてるタイプじゃないんだけど、うん、合宿やってないから気づかなかったの誰も、うんうん、でそのまま受かっちゃって、なんか蓋を開けてみたらこいつ全然そんなドンとしてる感じの子じゃないなみたいな。でマネージャーさんから結構怒られたけど。まあ、でもじゃあさ、将来の夢としてさ、うん、30周年お祝いできたらいいね。そうだね、うん、だからメンバーとかで発案していろいろなんかもうちょっとステージとかに立てれるような機会を作っていきたいよね。ね、それができたら楽しいよね、うん、私たちさ、こういろんなものをこう考えたりはしてたけど、自分たちでセットリスト組んだりとかは、うん、大きなコンサートでは、ね、うん、やらせてもらってなかったじゃない、うん、かそういうのとかもできるようになったら楽しいかもね。そうなのよ。そういうのやっていきたい ね。じゃあそんな感じでいいでしょうか、カーネクストさん。ね、夢を持って頑張りましょう、ね、頑張ろう。みんなもいつまでもついてきてください。はい、というわけでね、もうそろそろ東京にね戻る時間になるかなと思うのですが、いやでもケイちゃんとドライブできてちょっと楽しかった。楽しかったよ。ちょっと本当にね、一番最初は私運転大丈夫って思ってたけど、なんとかなった。全然大丈夫だったよ。2人でこういう時間を持つこともなかなかないからさ。そうなのよ、ね、だからもう本当カーネクストさんには感謝ですね。本当です、カーネクストさん、ご飯もご馳走になってしまったりとか。本当ですよ、カーネクストさんありがとうございました。ありがとうございます。あの皆さんもね、さっきも言ったかもしれないけど、査定とかね、そういうの気になったら、うん、あの概要欄とかに貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。というわけでまたね、次の動画でお会いしましょう。けいちゃんもありがとう。ありがとうね、ごっちー。バイバーイ。